はい、こんにちは、ゼロです。さあ、今回はですね、私が今絶賛愛用中のお気に入りのカメラとレンズですね、このルミックスの GX7M3 と、レンズ、この 25mm のライカ DG2 ミリックスと、もう一本、15mm の同じくライカ DG のズミリックスね、この2本と、まあ、このカメラを使って、非常にレンズ特快引っかえで、遊んでるわけなんですけど、非常にいいカメラで、そのカメラの良さっていうのはもう前の動画とかでもね全然言ってる話なんで、まあ、それはそれをご覧いただくとして、一応このカメラ自体はもちろんこのカメラ一眼としてのあのカメラとしてはすごくいいなと思うんですけど、私みたいに、ニコンの Z8 みたいなああいうフルサイズ機とかそういったメインとなるカメラを持っていて、まあ、主力となるカメラを持っていて、そのサブ機として使うっていうのももちろんいいんですけど、今スマホとかで普通に写真は撮ってて、で一眼のカメラに興味あるけどって方にとってもすごくいいカメラだと思うんですよ。まあ、もちろんいきなりフルサイズ機のね、いいカメラ、高いカメラを買うっていうのもそれはそれで、いいとは思うんですけど、一旦ちょっとね、そこまではちょっとなんていうかな、勇気いるし、ただ APS-C とかマイクロフォーサーズ機みたいな、まあ一旦ね、こうワンステップ、何か一段階入れたいなって思ってる方にとっては、このマイクロフォーサーズの、カメラってすごくいいと思うんですよね。これは別にルミックスに限らず、まあ、オリンパスでもいいと思うんですけど、オリンパス、OM システムか、はい、OM システムの方でもいいと思うんですけど、まあ、あっち側にもね、例えばペンとか、あのペンは一眼だっけか、一眼のモデルありますよね。でなおかつこういったコンパクトのカメラってあると思うんですよ。なのでスマホからの乗り換えっていうのにもすごく適切なカメラだと思うんですよね。でその時に一眼のカメラなんでレンズどうしようかって迷うと思うんですよ。でその時に、どのレンズを選んだらいいのかっていう話を今回しようと思うんですよね。で、まあ、結論からいくとですね、まあ、ルミックスで例えば、もうすでにこの機種現行ではなくなってますけど、まあ、今後多分出てくるんじゃないかなって私勝手に予想してるんですけど、まあ、この手の機種、まあ、中古でもいいんで例えば手に入れたとして、じゃあレンズ最初の1本として私がおすすめしたいのはぜひ 25mm を買っていただきたいと思うんですよね。で 25mm、まあ、換算、50mm の画角で、撮れるこの 25mm のレンズですねを購入いただくのがいいんじゃないかなと思うんですよね。というのも、やっぱり一眼のカメラ、スマホから一眼のカメラに乗り換える最も大きな理由としては、やっぱりスマホでは撮れないような写真をとか動画をね、まあ、特に今回写真に絞りますけど、スマホでは撮れないような写真を撮りたいっていうところが多分発端になってると思うんですよね。でそう考えるとスマホに近いような画角のレンズを買ってしまうと、やっぱり一眼のその良さっていうのが最初に体験しづらいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりそのファーストコンタクトというか第一印象ってものすごくやっぱり大きくって、その一番最初に触った一眼が、自分にとってしっくりくるか来ないかっていうところが、その後のカメラ選びとか、一眼を、それでもまだ選ぶのかっていうところにつながってくると思うんですよ。やっぱり最初に選ぶものが自分にしっくり来なかった時に、やっぱ一眼向かないからって、もう完全に一眼を選ぶのをやめてしまうって可能性もあるんですよね。やっぱりスマホでこのまま撮り続ければいいやっていうふうに思ってしまうと、それはやっぱり非常にもったいないことだと思うので、ね、私たちこう、カメラが好きな、写真が好きな人たちからするとね、もったいないことだと思うので、やっぱりスマホとは違う絵っていうのを体験してほしいんですよね。まあ、そう考えると、やっぱりこう 25mm、スナップ撮影における標準画角ですよね。これをまず、体験するっていうのが一番いいと思うんですよ。でスマホの画角って、まあ、基本的には広角のものが多いので、まあ、例えば私が使っている今 iPhone だと、普通に撮影すると、広角の 26mm、 画角が 26mm の画角なんですよね。まあ、そう考えると例えばコンデジとかだと 24mm スタートとか、28mm スタートとかってすごく多いと思うんですよね。例えば私が以前使ってた RX100 のシリーズとかだと 24mm スタート、 RX100M7 だと 24mm スタートなんですよね。で例えば
今でも販売してますけど、リコーの GR とかだと、あれ 28mm ですよね。なので比較的あのスマホに近い画角なんですよね。でそれだとやっぱりあの違いもちょっと分かりにくくなるだろうし、差別化もしてないと思うんですよ。やっぱスマホで撮れるものはスマホで撮っちゃった方があのいいやっていう風になっちゃうんで、どうしてもね、あえて一眼で撮ろうっていう風になるためにはやっぱり一眼の良さってものをまず体験してもらうことが必要だと思うので、そういう意味ではまず 25mm、 この標準価格の 50mm っていうのを体験してもらうっていうのがいいんじゃないかなと思うんですよね。マイクロフォーザーズだったらですよ、APS-C でいけばだから33mm とかなのかな、ちょっと中途半端な価格なんで、まあ、対応のレンズがあるかどうかはちょっと別ですけど、まあ、比較的近しいレンズは多分あるんじゃないかなと思うんですけどね。ぴったり 50mm はやっぱり 1.5 倍なんでならないんで、 APS-C の時に、まあ、50mm 画角っていうのを選ぼうとするとちょっと難しいかと思うんですけど、まあ、マイクロフォーサーの場合は2倍なんでね、まあ、およそ2倍っていう計算で OK なんで 25mm の方を買うというのがいいんじゃないかなと思うんですよね。でそれで、50mm っていう画角ね、あこれはやっぱスマホでは撮れないわと、でさらにあこれ楽しいなっていうふうに思ってもらったら、じゃあこの一眼のカメラでスマホの画角に近い画角のものを撮ったらどうなのかっていうのを試してみると、で体験してみるっていうので、この 15mm っていうのを買うっていうのがいいんじゃないかなと思うんですよね。で私の場合は、まあ、動画のねあの過去の計算した順番から遡っていただくと、私の場合最初に 15mm 買って、その後 25mm 買ってるんですよね。でなんでこれ 15mm 買ったかっていうと、私の場合はもうすでに Z の8持ってて、まあ、7も以前持ってましたし、で 50mm の F1.8 を持ってるんですよね。なので 50mm 価格っていうのはそっちでも体験できるんですよね。なのであえて、今自分の中にあまりない画角のもの、まあもちろん Z でいうと 28mm の F2.8 持ってるんですけど、今回このね、GX7 Mark III を買うにあたっては、まあ、50mm はとりあえず Z で使えるんで、じゃあ 30mm の、まあ、15mm ね、画角フルサイズ換算 30mm のこのレンズ、評判も良かったしライカの名前を冠するレンズというところで、まあそれもあってルミックスを選んだっていうのもあるんですけど、15mm を最初に選んだんですよね。でそうなってくると、だから私の場合は順番が逆なんですよね。すでに一眼を使ってた身なんで、そう選び方としては逆に言ってるんですけど、最初にまず一眼をね、初めての一眼ってなった時に、スマホから乗り換えるっていうのであれば、ぜひ 25mm の方を先選んでいただきたいなと思うんですよね。で私個人的には、この 25mm と 15mm、この2本があればほぼ満足できると思います。はい、もちろんその別のシリーズとして、例えば 9mm とかもありますよね。あの超広角、だから換算 18mm とかか、もう完全超広角ですよね。のレンズとか、レンズのラインナップいろいろあると思うんですけど、ことスナップっていう点においては、まあ、この 15mm と 25mm の2本あればほぼほぼ楽しめるんじゃないかなと思いますね。まあ、広角気味のものはこっちで、まあ、標準価格は 25mm。っていう感じですね。で今私がちょっとあの欲しいかなって思ってたりするのが、3500ですね、まあ、フルサイズでいうところの7200ですよね。 F2.8 っていうのがあの同じくライカの、パナライカのレンズがあるので、それなんかもちょっとあったらいいんじゃないかなって思ってたりもするくらいなんですけどね。まあ、それくらい、非常に楽しいレンズだしカメラだしっていうのがあるんですよね。でぜひ、まあ、50mm、もちろんあのコストを考えてルミックスの、ね、方を選んでいただくのもいいかと思うんですが、せっかくだったらこのレンズに関しては妥協せずに、パナライカの方を選んでいただくのが、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。あやっぱり、ね、パナライカの方にしとけばよかったなっていうふうに後々思うのもすごくもったいないですから、もちろんねそっちの普通のルミックスの方 の G のレンズを体験してからこっちを体験するっていうのもね、まあ、お金に余裕があったり、ぜひそういうことをあのやってみたいという方がいればね、まあ、そういうふうな選択をしてもいいと思うんですけど、まあ、せっかくね、そんなに極端に価格も変わらないと思うんで、ぜひライカの方ね、パナライカの方を選んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、50mm のこの 25mm ね、まあ、この2つの画質の違いについては以前話してるかな、はい、ちょっと話してるとは思うんですが、まあ、そもそもね、これはまあ 15mm と 25mm で画角が違いますんで、ね、画質云々の以前にも画角が違いますから、まあ、撮れる絵が全然変わってくるので、
まあ、そういう意味ではやっぱり 25mm の方を先選んでいただくっていうのが、まあ、自分はおすすめかなと思いますね。これはあくまで私個人的な主観ですよ。はい。なので、ぜひ、スマホからの脱却というかね、一歩進んで一眼を手にしてみたいと、なおかつマイクロフォーサーズを選ぶという方ね、例えば今の G9 の、Pro 2出ましたよね。あれで、もうあのボディはあれを選ぶという方であっても、この 25mm の方を選んでいただくのがいいんじゃないかなと思いますよね。まあボディに関してはもうね、あの申し分ない性能、もう現行の最新機種ですから、まあ、それを使うにしても、まあ、レンズというのはね、当然、やっぱり画角の部分がね大きなスマホとの違いになってくるので、まあ、そういう意味ではやっぱりあの差別化をするって意味でも 25mm の方を選んでいただくっていうのが、まあ、私個人的にはお勧めしたいかなと思いますよね。もし一眼を使ったことない方で 15mm の方を先使ってしまうと、あのもしかしたらスマホでいいやっていう風になってしまう可能性も自分はあるんじゃないかなと思うので、そうなってね、あまり使わなくなるっていうのも非常にもったいないですから、やっぱりね、さっき言ったみたいにあのファーストコンタクトが大事なんで、ぜひ 25mm の方をまず体験していただいたらよろしいんじゃないかなということですね。はい。ということで、今回はスマホから初めて一眼マイクロフォーサーズに乗り換えてみようかなと思ってる方への動画でございました。はい。何かの参考になれば幸いでございます。てな感じで今回の動画終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。